フェリー翼は、駅、津島フェリーが運行している、貨物フェリー。三浦造船所で建造され、1995年2月に、博多駅津島航路に就航した。就航前に、阪神淡路大震災の救援のため、ピースボートにチャーターされ、ボランティア要員100名、自転車5000台など、救援物資を搭載して、東京港芝浦埠頭から、神戸港へ運行された。 佐世ぶ港で、地元協定の時間外に二役を行っていた問題で、運行休止となった旧小マリンサービスの貨物、フェリーマリンライナーの代替として、2016年5月23日から、月2回、燃料輸送のため浮島へ運行されている。船種、船橋型総船尾線形全通2層甲板のロ、ーロ貨物船である。船体は5層構造で上部から操舵室、乗組員区画。 旅客区画2層の車両甲板となっている。ランプウェイは船首と船尾の2箇所に設けられている。貨物船として運航されているため、旅客店員は12名となっているが、ドライバー室のほか合計派室の個室を設けるなど、旅客区画の収容能力には余裕がある。1995年11月10日、20時20分、伊豆原港を出港して、 足部港に向かう際、伊豆原郊外防波堤東大の南南東約1050メートルの地点で陸岸に乗り上げた。乗り上げの結果、選手選定部の外反に多数の亀裂を伴う長さ約10メートル、幅約1.5メートルの応賞を生じた。事故原因は、夜間に伊豆原港を出港する際、船員の確認が不十分で、航行南帯の虎崎に交師して進行したため、 とされた。1九9九年二月十三日、零時四十八分、博多港を出港して、足部港に向かう際、荒津大橋付近の水路を航行中、博多港西防波、津見南東大の南南東千メートルの地点で、入港してきた、漁船雪江丸と衝突した。本船の右舷船首部に、雪江丸の右舷が、前方から十六度の角度で衝突。本船は、 荒津大橋の橋脚付近の浅瀬に船尾を乗り上げた。衝突により本線は、右舷船主部の外反に、作家症を生じ、推進機翼4枚に欠損を及び、極損を生じた。雪江丸は、右舷船主部が悪化した。事故原因は、本線が強水道を航行する際、右側によって航行しなかったことで発生したが、雪江丸が、動性監視不十分で、 警告信号を行わず、衝突回避処置を取らなかったことも一因とされた。また、事故前にに往復に増発された運行ダイヤに対して、就労体制が不適切で、船長の休憩のため航海士に出航操船を行わせていたことも原因とされた。2007年9月7日、1時5分、博多港から足部港へ向かっていた元船は、 博多湾を漁船群を回避しながら航行中、のこの東東大の西北西2.2海里の地点で、漂白していた貨物船豊陽丸と衝突した。豊陽丸の右舷船首部に、元船の船首部が後方から70度の角度で衝突。豊陽丸は右舷船首部の外反に、本船は船首部の外反にそれぞれ箱を伴う久保ゾを生じた。事故原因は、 夜間の服をかわんで、元船が漁船の回避に気を取られ、病白中の豊かよ丸との接近模様の確認が不十分なまま進行したため、とされた。ありがとうございます。